通学園球場では平成31年2月22日と3月11日に行われました都立入試の問題を用いまして、四角一番の練習試合が開催されようとしております。この試合の解説はハトポッポ体操公式指導員、そして数学の分野ではプラスマイナス体操のインストラクターを務めていらっしゃいます草井康代先生にお願いいたします。そして実況担当は私文アナウンサーの MC 新馬こと新馬武彦でお送りいたします。草井さん、本当に本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。草井さん、都立入試の問題は大問5番までありますが、なぜこの四角1番のみで試合が行われるのでしょうか？そうですね、比較的優しい問題から始まる四角1番ですから、舐めてかかる選手も多いんですね。実は四角1番を制する者は都立入試を制すると言われるように、ここでの得点が勝敗の大きな鍵になるケースが多いんですね。ああ、確かに四角1番の9問だけで100点満点中の46点の配点がありますからね。ここで得点ができるかどうかで大きな差につながりますね。そのうち基本的な計算問題が6問出されますから、それだけで30点、さらにその30点のうちの20点が1、2年の範囲ということですから、偏りのない基礎力があるかどうかというのは四角1番の得点を見れば分かることなんですよね。これより両チームのスターティング問題の分野が発表になります。場内のアナウンスをお聞きください。先攻、平成31年都立第一次分割前期は1番、政府の四則計算中1、2番、文字式の計算中2、3番、平方根の計算中3、4番、一次方程式中1、5番、連立方程式中2、6番、二次方程式中3、7番、確率中2、8番、円周角中3、9番、作図中1。守ります、平成31年都立第二次分割後期は1番、政府の四則計算中1、2番、文字式の計算中2、3番、平方根の計算中3、4番、一次方程式中1、5番、連立方程式中2、6番、二次方程式中3、7番、資料の整理中1、8番、弧の長さ中1、9番、作図中1。一次前期の出題分野は各学年から3問ずつバランスよく出題されています。それに対して二次後期は後半の3問が中1の範囲に偏っていますね。後期二次は数学を苦手にするこの割合も増えるので、中1の割合を増やしているのではないかというふうに思われるかもしれませんが、前年の二次後期は今回の一次の前期と同じ7番確率、8番円周角、9番作図というラインナップでしたから、必ずしも後期二次の出題は中1が中心になるというふうには言い切れないです。
一方の一次前期の今回の出題に関してはいかがでしょうか。1番から6番までの計算は前の年と全く同じ不動のメンバーですね。ただし7番が資料の整理、8番が平行線が作る角度、9番が作図ということですから、7番8番に関しましては1次2次に関係なく分野の入れ替わりがありますね。ただし7番は資料の整理または確率の、どちらか、8番は角度や長さを図から読み取る問題というようにですね、大きな流れはありますので、ここら辺をしっかりと解けるようにしておけば、四角1番の全問正解というところも見えてきますね。四角1番でしっかりと得点を重ねていきたいものですね。それではまもなく演習試合開始です。